got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go run it back. どうも、激辛ジョニーエス、今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、北海道札幌市にあります辛いラーメン一音さんにやってもらいました。こちらですね、もうその通り辛いラーメンが、楽しめることで今回やっていくんですけれども、もう本当ね、さまざまなメニューがあります。今回ねその中でちょっとね特別に、ちょっとね激辛ラーメンを作っていただくことになりました。そのラーメンがですね、激辛ジョニースペシャルというね辛味噌を、ベースにした、あとねキャロライナリーパー、はい、過去に世界一辛い唐辛子としてねギネス登録されたキャロライナリーパーを用いたねちょっと激辛ラーメンをチャレンジしていきたいかなと。あ、来ました、来ました。こちらが激辛ジョニースペシャルということで、これね真上に乗っているのがこの中沢農園の唐辛子ということで、北海道で作られた唐辛子でございます。いただきます。じゃあちょっとスープね、いただきます。どんなもんかい、いってらっしゃいと。キャロライナリーパーのパンチが効いてます。味噌のコクと旨味が凝縮して美味しいですね。じゃあちょっと麺いきましょう。麺はちょっと縮れ麺、辛い、そして辛い、そしてこちらチャーシュー、チャーシューもいきましょう。いただきます。チャーシューおいしい、香ばしい、キャロライナリーパーと中沢農園のこの唐辛子、口の中をムチで叩かれるようなバシバシとしばかれてます。結構パンチ効いてますね。でもやっぱこの結構激辛あるあるというか、辛いを売りにしてるお店って辛いだけじゃなくてちゃんと美味しいですね、本当に。ちゃんと美味しい、辛い、この卵で休憩。卵も辛い。
チャーシューおいしい。おいしいがめっちゃ辛い。なかなかパンチ効いてるよ。残すところはスープのみ。最後このスープを飲み干してこの激辛バトルにケリをつけたいと思います。結構辛いねこれ。このスープにこのキャロ過去に世界一辛い唐辛子としてギネス登録されたあのキャロライナリーパーと中沢農園の唐辛子が何ですけどか。あれスープやばいな。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。辛いラーメン143の激辛ジョニースペシャル辛さレベルジャラララジャン辛さレベル8です。はい、8ですということでね。いやーもうね、過去に世界一辛い唐辛子としてギネス登録されたあのキャロライナリーパー、はい、粉末を使用しているということだという、かなりの、パンチがあります。はい、
スープ行くとね結構危険ですね。あとねこれね今回はこれ、それ以外にもですね、発汗作用を高めるためにですねいろんなさまざまな数種類のスパイスをブレンドしているそうで、もうねこれ食べ終わった後もう体の内側からポカポカと、温まる、そんな感じかなと思います。スパイスはスーパーマーケットでね、スーパーで買える漢方薬みたいなもんだね。非常に体がいいのでございますということで、今回のこの激辛ジョニースペシャル、食べましたけれども、これね辛味様のコクもあってね非常に美味しく、チャーシューも香ばしく、食べました。なんとですね、この激辛ジョニースペシャル、はい、1ヶ月期間限定でですね、お店のスタッフさんにですね、ジョニーの動画見たよということをお伝えしていただければこれがね1000円、はい、1000円で、食べれるということで、はい、これ完全に裏メニューでメニュー表に載ってませんので、はい、ぜひぜひ激辛好きの方は、挑戦してみてください。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々も更新してますのでぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。